吉田さん、いよいよですね、今日お会いできることを本当嬉しく思います。12時半から限られた時間ですけども、午前中は三味線の稽古なんでね、12時までで急いで片付けて帰ってきますんで、まあ、車の中で30分ほどですか、まあ寄っていただけるの非常にね楽しみにしてます。昨日はね、新の木康晴くんが来てくれましてね、私のスマホを切り替えるのに付き合ってくれたんですよ。ただそれだけのために来てくれました。iPhone の11から13に切り替えた感じですね。頼りになりますよ、彼も。稼ぎるようになって、ガッツンガッツン行かないけんですね。まあでもね、寂しいこともあるわけですよ。速稼塾にいながら稼ぐことはできるけども、マインドを受け継がないというね。もう金になれば何でもいいみたいな感じで、人に迷惑かけてるやつもいるみたいなんで、ね、ちょっと悲しいですね。なんかそのランニングコストっていうテーマでお話ししようかと思うんですけど、今日はビジネスをしててね、ランニングコストを上げちゃうと、例えば高級タワーマンションとか住んじゃうと意味なく金かかるんですよ。でそのランニングコストを維持するためにしょうもないもの作って売ったりとかね、それこそ支払いのために、意味のない支払いのためにビジネス仕掛けるみたいな感じでやると、サポートがめんどくさくなるんで雑になってくるみたいな感じがありますね。でも自分の商品を買ってくれた人に正確に商品使ってほしいんで、ありがとねっていう感じで心からのサポートすると、まあうまくいきますよ。でうまくいかなくても一生懸命やったってことが伝われば、次の商品への期待に変わるんですよね。だからやっぱりね、ビジネスのスキルが高まっていってテクニックが身についたら、それと同じくらいかそれ以上にこうマインドができてないとね、この人のために何かやってあげようっていう心ができてないといかんのだろうなと思いましたね。まあそういう意味で言うと、精神を気高く受け継いでくれたのは、まあ椎名木君だったかなと思いますね。下手にね稼げるようになると、やっぱ勘違いするやつ出てきますんでね、そういうやつには速稼塾の武器を渡すべきではなかったと思うことがありますね。ランニングコスト抑えまくっていかないと。じゃあ、いってらっしゃい。